サーストン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は7171人で、軍庁所在地はペンダー。ネブラスカ州のナンバープレートで、サーストン軍の車両は最初の数字が55になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 サーストン軍の車両登録台数が州内の軍の中で55番目に多かったからである。サーストン軍はその陸地の全域が州内のホーチャン区、族とオマハ族のインディアン居留地に指定されている。そのため、人口に占める先住民の割合が州内の他の軍より高くなっている。サーストン軍は1865年に組織され、ネブラスカ州選出の合衆国上院議員。 ジョン・エム・サーストンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1026平方キロメートルである。このうち1020平方キロメートルが陸地で、6平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.26%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の 国勢調査によると、サーストン郡には7171人、2255世帯及び1725家族が暮らしている。人口密度は7平方キロメートルで、2平方キロメートルの平均的な密度に2467件の住居が立っている。この郡の人種の構成は、白人45.77%、黒人0.15%、 先住民52.03%、アジア系0.06%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.77%、および、本結1.23%で2.43%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の25.9%がドイツ系移民の子孫である。軍内の各村のうちエマーソン、ロザリー、ベンダー、 サーストンには主に白人が住んでいるが、メイシー、ウォルトヒル、ミィネウェイ語には主に先住民が住み着いている。サーストン郡に住む2255世帯のうち40.00%は18歳未満の子供と暮らしており、50.60%は夫婦で生活している。19.10%は未婚の女性が世帯主であり、23.50%は 家族以外の住人と同居している。21.30%は独居で、全世帯の10.10% 10は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は3.14人であり、家庭の場合は3.64人である。軍の住民は36.80%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が8.30%、25歳以上44歳以下が23.90%、45歳以上64歳以下が17.70%、および65歳以上が13.20%となっている。平均年齢は30歳である。女性100人に対して男性は99.40にみて、 18歳以上の女性100人に対しては、男性は95.40人にいる。軍の世帯ごとの平均収入は28,170米ドルで、家族ごとでは38,93ベ米ドルである。男性の24,792米ドルに対して、女性は24,81ベ米ドルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は1951米ドルである。総人口の25.60%、家族の19.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の32.60%、及び65歳以上の14.70%は貧困線以下の生活を送っている。 サーストン軍は2004年の大統領選挙で、ネブラスカ州の軍としては、唯一民主党のジョン・ケリー候補が勝った軍である。また、2008年の大統領選挙でも民主党のバラク・オバマ候補が勝った、州内の4つの軍のうちの1つになった。ありがとうございます。